キング・オブ・キングスで演じたマグダラのマリア・ジャクリーヌ・メデュラ・ローガンとはアメリカ合衆国の女優、テキサス州公使かなの生まれ、父、チャールズ・ローガンは建築家、母・マリアンはオペラ歌手、声楽教師、幼い時にネブラスカ州スコッツブラフに引っ越す。その地でローガンはジャーナリストの勉強を始め、地元紙に記事を書いたりする。さらに勉強するため、 コロラド州コロラドスプリングスの大学に進学。しかし、ローガンは、レパートリーシアターで、母親のようにバックコーラスで歌ったり、ピアノ、パイプオルガンの演奏をする。さらに、役者一座に加わって、シカゴへ行くが、両親にはおじさんの家に行くと嘘をついた。1920年、16歳の時、ニューヨークのブロードウェイミュージカル、フローレドラに、コーラスとして参加。 それが、フローレンツ・ジングフェルド・ジュニアの目に留まり、ダンサーとして雇われる。映画に出たのは1921年の、恩苗の人が、最初で、翌1922年には、ワンパス・ベビースターズに選出。1923年の、夕日の山路で、初主演すると、ザ・ハウス・オブ・ユース、苦弱の羽、美しの踊り子などに出演。セシル・ B、デルの、キング・オブ・キングスでは、 マグダラのマリアを演じた。ローガンはサイレント映画期のスターだった。しかし、トーキーの時代が到来。過去のサイレント映画のサウンド版を作る時には、ローガンは自分で自分の声を吹き替えたが、サイレント映画の女優たちの需要はなくなった。ローガンはイギリスに渡り、スモーキーセルなどの舞台に立つ。映画もザ・ミドル・ウォッチに出演、さらに、 ストリクトリービジネスでは、監督、脚本を手掛けた。ハリウッドに戻ると、コロンビア映画と交渉するが、女性監督は望まれていなかった。1934年に、実業家と二度目の結婚をしたのを機に、映画界から引退した。ブロードウェイのメレディ・ウィーロール・アロングに出演。1947年に離婚。1960年代後半に、 ニューヨーク州ウエストチェスター郡に移り住む。冬はフロリダで友人で元女優のライラリー、ドロシーダルトンらと過ごす。晩年はニューヨーク州ベッドフォードヒルズで元女優で犬のブリーダーとして有名なリナバスケットから譲られたグレート、デーンと暮らした。1983年フロリダ州メルボルンで死去。78歳だった。イリノイ州。 ディケーターのグリーンウッド墓地に埋葬された。ありがとうございます。